皆さんこんにちは、ふみあみのあみです。はい、今日は久しぶりの最近の毎日メイクを紹介したいと思います。この7月に発売されたばかりの新作のアイテムとかをいろいろ使っていきたいので、ぜひ最後まで見ていってください。じゃあメイク動画スタート。はい、じゃあ早速メイクしていきたいと思います。さっき化粧水と美容液を塗ったんですけど、しっとりしてる感じで、上に化粧下地をしてもまあよれないやろうっていう感じの肌になってるんですけど、さらにもうちょっと保湿したいんで、イコっていうとこのオイルインミストトナー、これは化粧の最後にも振りかけます。しっかり保湿をしたら、下地兼日焼け止めのこちらドクタージャルトのシカペアリカバー、これを塗っていきます。これはね、これだけでもお肌は完成できるんですけど、がっつりメイクしたい時はこれを下地にして使ってます。こう点置きして伸ばしていきます。緑色なんでくすみを飛ばしてくれたり、毛穴をきれいにしてくれたり、ほんまにこれ1個でもう結構きれいになります。でこれは日焼け止め入ってるんで、ちょっと首まで色のトーンも合わせたいので首にも塗ってます。こういうさ、首がめっちゃ開いてる服着るときは特に日焼けするし。はい、これ1個でさ、もうだいぶ肌がさきれいになるよな。やっぱりこれすごいわ。しかもしっとり、スキンケアの最後にクリームを塗ったぐらいの軽さとしっとり感があります。でちょっとだけ唇に色をつけたいので、少し色がついてるアフターグローリップバームのトリットっていうオレンジ色をちょっと塗っときます。今日は最近の毎日メイクなんやけど、ナーズのものがすごく多く出てきます。最近ナーズの化粧品をめちゃめちゃ使っています。かわいいねんな。下地が完成したので、次クッションファンデーション、早速出てきました。ナーズのクッションファンデーション、これ鏡になってるからすごい光っちゃうんですけど、モントブランクっていう色ですね。ナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション SPF50PA3+。 これはね、すごくナチュラルだけど肌を整えてくれる感じで、ファンデーション塗ってないような、もともと肌が綺麗なような感じに見せてくれます。もうこの下地で結構肌は整ったんで、クッションファンデーションは特に気になるニキビ跡の部分とか毛穴の部分だけに、あとクマとかを中心にのせていきます。やっぱさっきのシカペアリカバーだけでも綺麗やけど、やっぱりクッションファンデーションのせるとより細かいところまで綺麗になるね。はい、じゃあ次はコンシーラーは、コンシーラーもナーズのラディアントクリーミーコンシーラー1242番。このコンシーラーもすごくなんかナチュラルでいいんですけど、しっかりカバーしたいならこれじゃ物足らんかもしらん。でもクマぐらいならすごくいいです。こんな感じでクマの気になる部分とニキビ跡の部分にのせて、このさっきのクッションファンデのパフで抱いていきます。なんか手でも全然、てかいつも手でやってたんですけど、最近これでやったら、まあ、いいかもって思ったから、ちょっと今日もこれでやってみる。なんかこれでやる方が優しく叩けるねんの。なんか手でやったらすごいしっかり叩いてしまって、コンシーラーが指について剥がれちゃうから。はい、こんな感じで気になるところをコンシーラーでカバーしたら、次パウダー、パウダーもいつも使ってる、これもまたナーズ、ナーズ縛りではないけどそんな感じになりそう。ナーズのトランスルーセント、これはほんまにただの真っ白の粉なんですけど、これを大きめの筆に、もう夏やからヨレがすごい気になるんで、しっかりめに取って気になる部分にのせていきます。しっかりのせると肌触りはほんまにサラサラになるのに、ツヤを消しすぎない、まあ、パウダーのせてんのにツヤ感も残ってくれるから、かなり優秀なパウダーだと思います。リニスフリーのフェイスパウダーが、夏に汗で前髪がベチョってなるのをこのパウダーは防いだり、夏の皮脂で化粧が崩れるのを防いだりしてくれる、なんか安いんですけど最強パウダーらしくて、これ冬に買ってて早く夏になって使ってみたかったんやけど、結構マットになるから崩れやすい
の口周りとか鼻周り目周りだけちょっとだけこれをのせときます。はい、前髪とかにも早く使ってみたいなって思ってます。はい、これでお肌が完成しました。次はシェーディングしていきます。このトゥークールフォースクールのものをずっと使ってたんですけど、これ2個目で1個目もう割れちゃって2個目もついこの間割れてんな。こんな感じ。これ割れずに使い切れる人おる？絶対最後らへん毎回割れんねんけど。シェーディングはこれくらい大きめの筆で影を入れるのがおすすめです。私はフェイスラインと顎のここに入れると顎がキュッと見えるんで、あ、鼻筋にも影を入れます。この眉毛の先端からここら辺をキュッとしてから鼻先もちょっと入れると不自然になりすぎずナチュラルに鼻を高く。はい、じゃあ次は眉毛ビセリシェアイブロウパウダー。なんかもうファンデーションとか眉毛はやっぱりあんまり変わらないですね。ずっと眉毛を描くときはこういう筆、平べったい目の筆を使うのがおすすめです。それで先に眉毛を描くとき、私は下のラインを目と平行に整えてから中に色を塗っていく感じで、ピンクとブラウンの間をちょっと取って下を描いていきます。もう下にまっすぐ線を入れるだけで全然違うやん。でそっから次上にもこんな感じでできたら、この付属の筆のふわふわの方でピンクとベージュの間を取って中に色塗ります。で目頭の方は特にベージュの方を多めに取って毛並みに沿って色をつけていく感じ。あ、間違えた。先に絶対やらなあかんのはこれやった。スクリューブラシで整えてからいつも描いてます。描いた後もこうやって整えます。右も同じように。昨日眉毛をの家で脱色したんで今はすごくピンクっぽくなってるんですけど、黒い眉毛が生えてきた時はちょっとだけ茶色の眉マスカラすることもあります。はい、眉毛完成。なんか眉毛だけ濃いな。チークはこちら NARS のオーバールーズとこのピンク色ふわっと全体にのせます。あんまりこうやりすぎるとつきすぎるんで、筆にのせてからポン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 とふんわりついたら、この濃いピンクを濃くつけたい部分に。ちょっと濃くなりすぎた時はフェイスブラシでぼかします。チークはこうやっていろんな角度から見ながら調整しながら、はい、こんな感じ。じゃあ次はアイシャドウをしていきます。アイシャドウがねめっちゃ可愛くて、これ新作なんですけど、こちら NARS のクワッドアイシャドウっていう白のめちゃめちゃ可愛いパッケージになってます。可愛い、色もめっちゃ可愛いです。中がこんな感じ、ピンクオレンジっぽい色ですね。まずこのマットなほぼ肌の色みたいな色、こういうのをアイホール全体に塗っとくとすごく目の彫りが深く見える気がするので、上まぶた全体にのせときます。次にこのピンク色、二重幅全体にのせていきます。このピンク色がめっちゃ可愛い。めちゃくちゃ細かいラメが入っててすごく綺麗です。このピンクを塗った後もちょっとこの平べったいブラシで上ら辺はぼかします。二まぶたにものせときます。次にこの濃いブラウン、目尻の方にのせます。濃いめの色をのせるだけで目がグッと目力というかが増していい感じに。下まぶたの目尻にものせます。ちょっと目に奥行きができます。はい、こんな感じに出来上がったら、次はこのラメもめっちゃ可愛いです。このラメを下まぶたにのせていきます。なんか肌の馴染みがすごくいいラメなので可愛い。このパレット4色ほんま捨て色なしで使います。アイラインはラブライナーリキッドのグリッターコレクション、ちょっとキラキラの入ったブラウンです。ちょっとだけまつげの間を埋めて自然に伸ばす感じです。跳ね上げたりもせずに目の角度に向かってこっちもやります。リップ塗ろうかな。さっきのこの白の全コレクションって言うんですけど、この全コレクションと同じ
白のナーズのリップです。これもめちゃめちゃ可愛い色、こんな色です。可愛い。55番、しかもこれすごいコンパクトサイズなんで持ち運びにいい。じゃあ55番をちょっと塗ります。ピンクレッドみたいな色かな。画面で見たら結構赤っぽい、こんな色可愛い。これを塗って次にこのハイライト、ハイライトはマックのも使うんですけど、今日はこのトゥーフェイストのボーンディスウェイターンアップザライトハイライティングパレット、これめっちゃ可愛いですよ。こういう3色のハイライトが入ってて、これはすっごくキラキラになるやつで、これはまあナチュラルな感じで、これはちょいキラキラで、私は鼻筋とかにはこのちょいキラキラを使います。鼻筋とかおでことかにのせます。あと絶対忘れたらダメなのはここ、ここにのせるとすごく肌が綺麗に見えるんで、ここは手で取ってここにのせました。すごいキラキラ、分かりやすいなこれ。あと鼻の、鼻じゃあ唇の先端にのせるのもすごく可愛い。はい、じゃあ最後にビューラーしてマスカラしていきます。ビューラーはいつもこの資生堂を使ってて、もう最近まつげパーマいけてないから全然まつげが上がらないんやけど、下まつげはちっちゃいビューラーで少しだけ下に上げます。はい、まつげ下地はこのキャンメイクのものかケイトのものかどっちかを大体使ってて、ケイトの方が繊維が入っててすごくまつげにボリュームが出るので好きなんですけど、ちょっと今みたいに雨が多い日は下がってほしくないので、そういう時はキャンメイクの方がいいです。なのでキャンメイクを今日は使います。あー下がってくる、下地で下がってくるくらいの、ほんまに雨や。梅雨の時期はまつげパーマの方が絶対いいですね。上まつげの下地を乾かしてる間、下まつげはこの繊維の入ってる方の下地を塗ります。はい、じゃあまつげ下地が乾いたらマスカラします。マスカラはメイベリンのハイパーカールパワーフィックス、これは私の中では一番パールが落ちない梅雨の時期におすすめです。はい、マスカラができました。こんな感じ、なんかあんまり上手に塗れなかったけど、はい、じゃあちょっと髪の毛を整えてきました。まあ整えるというよりかちょっとクリップで留めて前髪を軽く巻いただけなんですけど、今日のメイクはナーズの新しいアイシャドウとリップを使った最近の毎日メイクです。なんか最近オレンジメイクやったけど今日ちょっとピンク寄りちゃう、洋服に合わせた感じのちょっとピンクっぽいメイクになりました。はい、じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が参考になった、面白かったって方は高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。インスタグラムの更新もしてるのでそちらのチェックもお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。